間ですよ。使えない使える、使えない使えない使えない、一眼レフは買ったばかり、買ったばかり。なるほど、史上稀に見るレベルの低さ。新規事業とかやっていくのってここの段階で私次の投資だったりしてます。それっていくらぐらいが妥当だと思いますか？5000だったら1000か1000じゃない？セミナー来てるんだったら5000でもいい。100人とかで 5% とかだったらさ、うん、そう、うん、あ、そうです、20前後ですね、うん、低い時もあるから、うん、平均にすると多分20とか、うん、そうね、やっぱりね、1日にね、100から200は欲しいんですよ。はい。あ、数値目標ベースでやっていった方がいいと思うよ。はい。私は幼少時代、まあ、小学校、中学校とかそれぐらいまでとにかく経済的には不自由でやりたいことができなかったっていう時代があったので、だから自由がずっと欲しかったということで、自由を追いかけ続けるっていうことが一番のモチベーションの源泉になってるので、じゃあ自由の限界はどこなんですかっていう話なんですけどね、限界ないですよね。ここまで枠が広げたらまた違う新しい世界が欲しくなって、また見つけちゃって飛んでいく、好奇心に合わせてどんどんどこでも気軽に飛んでいけるっていうことを考えると、どこでも行きたい、何でもしたい、だからいつでも楽しくやっている、だから下がるっていうこともないし、ずっと走り続ける、そんな自分でいたいと思ってるし、その姿を見せ続けることがそのまま停滞している人を励ますエールになるんじゃないかなと個人的に思ってるので、私は走り続けます。はい、せーの。ミント講習会ですか？研修会ですか？2つの話が混じってされてるんだけれども、これ別の話なんですよ。で、はい、まずベーシックプロの改定って書いてあるのが、はい、変更、ね、今 ごっちゃになってたでしょ。はい、はい、ボイス付きプランに乗っかってくる人を探すの難しいでしょう。だって、あ、そうか、そうするとだから何でもできる人になっていくんですよ、はい、だから初めてでできないものは全部トライするから、はい、私の場合はだから、なんでみんなが私が何でもできるんですか的に言うけど、うん、初めてで興味があるないしはそれをやらなくてはならないっていうものは、はい、全部やるからです。だから結果できるようになるから次から全部できるから、うん、秋とか並んでいること言ってちゃダメですよ。今入れたかったら今読むためには誰を読んでどういう内容なら来るかっていうのをちょっと
消費しないかもしれないと思います、はい、先生はノウハウは教えてくれるんですけど、あ、やっぱりそのノウハウだけでは絶対ダメっていうことで、どんな風に行動すればいいかとか、行動するに至るまでのマインドの持ち方とか、ちょっとつまずいた時とかにそこを方向チェンジしてくれる心の持ち方、やっぱり全部心の持ち方をすごく重視して教えてくださるので、そういう面では自分のメンターですね。たくさんあるんですけど、まあ、話も面白いですし、難しい話をしてくれてるんですけど面白いですし、親近感もありますし、もうなんて言ったらいいんでしょうね、質問もしやすいです。でも時々怖いところも勝手にちょっと思ってしまうんですけど、でもそれは冷静に甘やかすんじゃなくて、今の私の、気づかないところをきっちりと指摘してくださって、そしてそれをまた自分も受け入れて必ず行動すれば本当に結果が出るっていうところはおすすめしたいです。私自身として大切にしていることっていうのは、まあ、私の肩書きでもある非常識っていう部分ですね。常識で考えない、飛ぶ常識っていうことで、枠から、既成概念の枠から外れた形でいつも自分がワクワクすることをやっていけるような形で考えるのがいいかなっていうのが、まず私自身の考え方ですね。写真がありましたので、夏っぽい水槽バッグにするみたいなイメージからすると、竜宮城の乙姫様がいた。女王様ですね。ようこそ、私がようこそか。ありがとうございます。こっちからの絵がね、すごいんですよ。はい、せーの、ハッピーハロウィーン。乾杯。それが、例えば私は本を書きます、そして写真も撮ります。で、今回音楽初めてチャレンジしました。3つの芸術をですね、融合したインスタレーションですね、その高橋貴子の世界観を表現するようなものを今後作っていって、でそれがそのまんま例えばコンサルとかに生きてきたりとか、そうじゃない部門で人を、まあ、感動させたりとか、あと元気にするような、まあ、そういう空間作りみたいなのをしていきたいかなっていうのが現在の目標です。ですね、高橋貴子社長を一言で言い表すならですね、もうこれはもう有言実行の人というのが一番、ぴったりかなというふうに思います。現実行、ただ有言実行といってもですね、2つあるんですよね、タイプが。で、1つはもうそれは絶対できるよねという目標を、まあ、立ててですね、まあ、計画的にそれを実行していくタイプと、ちょっと自分が達成できるかどうかちょっとギリギリ分からないっていう、そのギリギリのラインで目標設定してそれを実行していくタイプといると思うんですが、僕が言う高橋貴子社長の有言実行はこっちのタイプ、後者の方ですね。もう常に高い目標というのが設定されて、例えばですね、出版記念パーティーなんですが、第1回目が横浜ですね、で2回目が大阪だったんですけども、その横浜と大阪の、横浜と大阪は1ヶ月しか期間が空いてなかったんですね。でそうすると、まあ、横浜でもライブをされて、大阪でもライブをされたんですけども、普通はこれ同じメニューというかね、同じ、曲で同じアレンジでやるんですけども、高橋社長はそれ変えたんですね。1ヶ月の間にさらにレベルアップさせて大阪でライブをされたということで、もう常にその自分のギリギリいっぱいのところに調整し続けて、そしてそれを有言実行という形で形にしていくという方だなというふうに感じています。やっぱりご自身が一番強みにされているジャンル、さらにスキルアップさせた、まさにこの高橋さんが2冊目の企画を持っています。
くださったりして、進化させたものっていうのが一番、まあ、売りやすく、アピールもしやすいですし。私も本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。